影の罪人。ひでえやけどだ。早く手当てしねえと手遅れに。怪我人。くそ、野郎めちゃくちゃしやがって。なんだ、近くで火事でもあったのか。うん、おいお前、しびつけじゃねえか。どうした、何があったんだ一体。あ、旦那、姉ちゃんがさらわれちまったんだ。将軍への見つけ物だって、あの悪い大名に。俺も必死で立ち向かってみたけど、奴の進化に全然歯が立たなかった。旦那は強い心を持てって俺に言ってくれたけど、おいら最後の最後で姉ちゃんの手を離しちまったよ。店で話してた奴らが、まさか子供相手にここまで。バカ言え、その面見りゃお前がどんだけ立派に食らいついたかよくわかる。旦那、さすが俺の友達だ。お前の心意気しかと受け取った。安心しな、姉ちゃんは俺が取り返してくから。待ちな、相手は大勢の武士を抱える大名だぞ。何より奴の下にはとんでもなく強い忍びが。そいつがどんな手だれだろうと、外道の言いなりにしかなれねえ奴を俺は忍びとは認めねえ。ちびすけ、お前のおかげでなんか初心ってやつを思い出してきたぜ。俺もガキの頃はお前のように泣かされてばっかだった。うん？俺が忍びになったのはこそこそ逃げ回るためじゃねえ、立ち向かうための力が欲しかったからだ。どけ、自慢の曲げを引っこ抜かれたくなけりゃな。あいつは、うん、はがくれ俊介、国一番の大罪人がなぜここへ。これすげえチャンスなんじゃねえの。ああ、覚悟せえ大罪人め。その首将軍様に献上してくれる。罪人ね、肩書きなんざなんでもいいが、元忍びっての忘れんなよ。ほう、さすがじゃ国上、仕事が早い。報酬分の働きをなすのがプロの務め。忍び国上、ご要望とあらば殺戮拷問なんなりと。冷酷無情な仕事人、頼もしいやつじゃ。してそやつか、噂の女は。なるほど、確かに器量のいい女だ。弟によくもあんな真似を。許さない、お前らだけは絶対に。知ったことか、利用価値すらない下民のガキの命など。あなたはその子に一般の恩があってよ、だから乱暴すんのやめてくんない。あの男はまさか天下の逆賊。あがくれ新助、一般の恩だと。何をわけのわからぬことを。余計な問答は不要ですよ、と。そういう男なのです。
元忍びの身でありながら薄っぺらい情になびく半歩者は。昔のスレみてえに話しかけてきやがって。誰だてめえ。お前を知らぬはずがないだろ、同業者の恥さらし。こいつがちびすけの言ってた。あがくれ信介、かつては将軍の七つの懐刀の一つと称され、こと暗殺術においては天下に比類なしとまで恐れられた一流の忍び。貴様とならできそうだ。久々に血の煮えるような殺し合いを。そうじゃ、臆することなどない。わしにはお前がついておるんじゃ。お前の火遁忍術存分に振るうがいい。火遁火炎手裏剣。ひてめえか。ガキ相手にひでえ真似しやがったのは。はあ、あのボッケンのチビか。あのハエがどうしたって。異常こそが強さの極致。純粋な武に徹してこそ忍びはその進化を発揮するのだ。お前のようなぬるい男がなぜ将軍に代われそばに置かれたのか全く理解に苦しむよ。やりよった、わしの国情がやりよったぞ。所詮は暗殺忍術、差しでの勝負なら恐るるに足らんわ。そんな。情を失うことが強さ。バカ言え。てめえは歯向かう心すら失って殺戮の道具になり下がっただけだ。屈することのねえ刃と心、二つ揃って本物の忍びだ。これか、噂に伝え聞くお前の隠遁の忍術とやらは。影へ斧髪を隠す忍術、それがお前の得意技らしいな。だがそれがどうした。刃ならとうに折っているぞ。後悔処刑だ。天にあだなしたその罪、俺の炎で浄化してくれる。ああそう、じゃあてめえの罪も教えてやるよ。俺の友達を侮辱したことだ。隠遁隠し刀の術。袴の影から獲物を。そうだ、俺は何を見誤っていた。こいつは腐っても元将軍の懐刀。確かに主君を裏切った大罪人だが、俺は自分の心に背いてまで誰かに使えようとは思わねえ。国情。この刀灯籠丸っつんだ。俺の愛刀の切れ味、てめえも試すか。分かってんだ、お前を殺そうが何も変わらねえ。また新しい権力者にすげ替わって同じことが起こるだけだ。だからてめえが変われ。次この町で悪さしやがったら必ずお前の首をもらいに行く。いいか、お前が寝てる時も飯食ってる時もクソしてる時もお前の影から俺はいつでも見ているからな。わかりました。立てるか。弟大変なんだろ、早く見舞いに行ってやれよ。私は彼がなぜ過去に罪を犯し罪人にまで落ちてしまったのか噂程度しか知らない。これほどの強さがあれば世をもっとうまく立ち回っていればきっと庶民じゃ手に入らないものもたくさん得られただろう。
でも彼がそれを選ばなかった理由が少しだけ分かった気がする。彼はきっと忍びを家業にするには優しすぎたんだ。ありがとう。ああ。その国では腐敗した権威による抑圧が人々を苦しめていた。影怖い、影怖い。これは虐げられし民たちを陰ながら救った一人の罪人の物語。なあ旦那、俺にも忍術っての教えてくれ。ああ、やだよ。おいらも知りてー、忍忍。あんたは暗殺なんて柄じゃないでしょ、長太。目立たねえことが当初の予定だったはずなんだが、酒くせえ。まあいいか、これはこれで。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、コメント&高評価もよろしくね。